皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。今日はですね、ルーディメンツの中でよく使われるものの一つパラディブル、こちらのスピードを上げる方法をご紹介したいなと思います。パラディブル、速いテンポで演奏するのまあ難しいですよね。そこでワンポイントアドバイス、いやワンポイントじゃない、ツーポイントアドバイス。パラディドルできるようになったけれども、なかなかテンポが上がらないっていう方はぜひご覧くださいませ。それではやっていこう。まずは一つ目、どのタイミングでスティックを持ち上げればいいかということを確認していきましょう。スティックを持ち上げるのは各スティッキングの2打目、ここですね、ここの部分になっております。右手リードの場合は、はじめに右手を高く、左手を低く構えて、右手でアクセントを打ったら右手をそのまま下に残します。で、次左手を打ったら左手は打面を触り、素早く上に持ち上げましょう。ポン、もう一度やってみます。この構えから右手はアクセント下に残し、左手は触って上に持ち上げる。左手リードの場合はその逆になります。左手を高く構えて右手を低く、左手でアクセントを打って右手を触ったら持ち上げる。もう一回やってみます。ゆっくり丁寧に練習してスティックを持ち上げる癖を体に覚え込ませてしまうといいと思います。じゃあ次、2つ目のポイントです。今1つ目にやったスティックを持ち上げるポイントっていうのを理解したら、次2つ目のポイント、反動を利用して3打目4打目を打つっていうことをやっていきましょう。1打目のアクセントを打ったら3打目4打目の音、これですね、譜面でいうここに関しては小さく打面をタップすればいいので、1打目の反動でそれを打ってしまいます。このような感じです。左手も同じですね。できるようになったら間に2打目を入れましょう。で、2打目なんですけども、先ほどやった持ち上げるということを忘れないようにやります。右手リードの場合はこうですね、この構えから左手リード、このような形になります。右手リード、左手リード、それぞれできるようになったら、じゃあゆっくり続けてやってみましょう。ここでもやっぱりゆっくり取り組んで、体にその動きを覚えさせることが非常に大切なポイントになります。体が動きを覚えたら、少しずつテンポを上げて、速いテンポでできるようにしましょう。目標は200ぐらいですかね。200は結構速いです。そのあたりを目標に、頑張ってみましょう。
いかがでしたでしょうか。すべてのストロークを意識して打つのではなく、特定のストロークに意識を置いて残りをリバウンドで演奏するとスピードを上げやすくなります。スティックの自然な動きを利用してパラディドルのスピードを上げてみてくださいね。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。